手に焼いちゃうぜ。上手に焼けました。完璧。上手に焼いちゃうぜ。みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回の動画はこんがり肉を 100% 作る方法と肉焼きセットの仕組みを紹介します。ストーリー前半では結構使う可能性があるのでしっかり覚えておきましょう。上手に焼けました。どうだ。まずは肉焼きセットの仕組みを説明します。現在の画面でレバーが左側に来る位置を見ていてください。焼くとしますか。悪くね。この場合生焼け肉になります。次はこんがり肉です。4回通過した場合こんがり肉になります。では次に焦げ肉です。上手に焼いちゃうぜ。しくじったぜ。レバーが上部に到達すると焦げ肉になります。まとめるとこのようになります。レバーがこの範囲内にあるときにボタンを押せば該当の肉ができるという具合です。これだけ覚えておけば簡単にこんがり肉が作れます。ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。